はい、浅草ここでございます。さあ、はい、ここ今ね、特別にやってやりますわ。大きな石が石あるの石やね。右方向です。右ですか。はい、分かりました。間違いないやろね。間違いないやろね。いや、これ上がってないわ。もっと北の道はずっと上がってもうて、上の道路までね、あれ重曹峠の行く道だったんかな、ここまで出もうて。高安の古墳群は整備されてないから中に入らないでくださいってね言ってやりましたけど、1期か2期は入れるけど、あとはもう入らないでください。それでも何期か入ったんちゃうかな、2、3期は。もう10分ぐらい歩いてきたけど何もないの。休憩所もあるけど、あら、行きまへんか。これ、こんな近くをね通り抜けとんだけど、おそらくね、これ分からへんねんな。どっちだ、どっちですか。こっち分からんな。左、見え、どこですの。こうか、こう行けそうやね。これ初めてかな。どうも宝器2600年、何かを通ったことの記憶あるね。電波が来てない。冗談だろ。ほんま電波来てないやて。どういうことよ。ここまで電波来なかったらどうしようもないやん。行かれへんやん。電波来てない。この左やけどね、電波来てないらしいですわ。この楽天のスマホね、これだけ20分ぐらい歩いてなかったらさ、本当にがっかり来るんやけど。左の二段と回っとんで、むちゃくちゃやな。困るのせんと何を考えてるんだろうな。これさっき来たんじゃなかろうな。これなんか行きそうな感じしないんだけど、この車はさっきも乗車してたね。坂道だ。わからんな、これは。あら、行かれん。残念。道あれへんだろ。これはダメだな、この。この楽天のスマホは、ナビが入らない。それらしくそこは見当たらへんもんな。全然。だから、さっきのあれやから、あの車で行ったあの男やから、どっか右に行く道ないのかね。聞かれますね。ね、聞いてる？聞いてるか？聞いてないか？危ないぞ。墓地の横やからね、墓地でも分かったらいいのに。響きの道、やばし。これじゃ右行ってみようか。はい、ありがとうね。やっとつながりましたわ。やっとつながったよ。あら、またあかんか。今一瞬繋がっただけかね。この星は狭すぎるね。
ちょっと上が、これちょっと下すぎるね。あら、さっきこれ通りました、ここ。通ったんやけどね、車で。やっぱまた、ずいぶん上やわ、まだ。ナビさんよ、全然開きまへんか。東に進みます。お、やっと電波開きましたか。全然開きませんね、この楽天さんは。さっきここ走りましたね、ここ。さっき東に進んでどう行ったらいいの。まだ行きませんか。もう切れた。全然あかんね。行きませんわ、このナビさんは。あの辺よ、あの辺。やっぱだいぶね、北来きすぎてるわ。ただあの山道を上がる勇気はなかったな、さっきの。あれは。あらら、さっき来たとこや。ああ。さっき来たとこだよ。あそこ、あそこのね、清水園さんかな。さっき車で通ってるよ。向山根性だろうか、小山根性だろうか。これに、前方こういうふうがあるの。どこにあるの。さっぱり分からんな。向山古墳、向山古墳、前方後円墳、どこにあるんですか。ここ中に入っていくじゃん。それがそうですか。あら、やぶや。やぶでございますか。いやー、それ入らないわ、これ。この山では。山が暑いからね、まだ。蛇がおりますわ、これ。ダメダメ。蛇がおるからダメ。入られへん。ここに古墳があるの。ここには向山古墳か、向山古墳か知らんけど。ここじゃないねんて、今日はね。はい。今日は、あたご塚古墳やったっけ。そこに行くんやって。もうそれを探して1時間以上なんだよな。1時間半ぐらいなんでしょうかな。うろうろしてたんやんか、さっきもね、ここね。ずっと。1回、2回、3回目かな、今回で。3回目でございますからね。もう今日はいいになってるんでね。3回目じゃいいって入らない、行かないとね。そこ行ったけど、墓地に出るから墓地から抜けれんのかな。右方向です。はいはい、もう分かってますね。ここまで来るとこんな遠いになったら、この経験がね、行って何キロかで来たんだけど、こんなもんじゃないね。くるくる回っとるから。17分ぐらいかかるってことか。どれぐらいかかるやろ。ああ、30分ぐらいかかってんね、ここまで。あれ、先のあの山、あの森を抜けたらよかったんかね、あの。あれはしか抜けれんな。どう考えても。ここまで来たんだけどね。これね、ここから先はね、ちょっと車で入ってもらうと爆風大変やから、ここでね、止まったんだ。目的
基地に到着しました。お疲れ様でした。はいはい、あさこ塚、あさこ塚こっちや。じゃあ先に山道上がったらよかったんちゃうかな、おそらく。いえ、遠回りしたんか。物の部森屋さんの、墓じゃないかと、寮じゃないかと、墓か墓じゃないか言われるので本当だろうかね。いやー、時間かかりました。ここ先の道上がってよかったんちゃうかな、おそらくな。これがっかりやね。これや、この旗子塚古墳やったから。はい、ちょっと入ってみましょう。いやー、これ3回目ですよ。もう2年も3年もかかったんですよ、こんなに。ね、中入れるいうことですから、入らせてもらおう。はい、ありがとうございます。失礼します。あら、入れないんですか。入れそうやな。はい、失礼します。いやー、大きいね。これはね、来た甲斐あったね。いやいや、ありがとうございます。これ。古墳時代後期のね、墳径は25メートル、高さが 6.5 メートル、円墳ね、奥行きが 16.76 メートル、迎室の高さ 4.、もう大きいよな、最大規模。物語っていますけど、誰かね、はい、失礼します。あら、大きいわ、これ。こんな大きいわ、すごいわ。はい、失礼します。真っ暗やな、か。ライトつけへんの、ライト。ライトつきませんか。いやー、蚊がいっぱいや。かーら、すごいわ。はい、ありがとうございます。石棺なんか残ってたよね。高さ4メーター20。これが森屋さんの墓やったら大きいね。大げに使ってもらってるし、石舞台古墳にも匹敵しますよ、これ。ほんで、これ硬そうになってんの。あら、大げに使ってるわ。上がちょっと見えへんけど、あら、硬そうやね、これ。両手で一応なってんのかな、これね。これは素晴らしかった。こう石が一個落ちとるの怖いね。どこ落ちたの。落ちよう、これ。これは素晴らしい石。あさこ塚古墳でございます。これはね、昭和の時代からずっと前から空いてたような話だけどね、ここに来るのに 何年かかってんだよ。はいはい、ありがとうございます。車が来れんからな。わあ、すごいですよ、これは。川がすごいね。川が。ちょっと上上がらしてもらおうか。ああ、高い。4.2 メーター積立があるんやから、それも高いんやからね。よし、10メーター未満か。7世紀の、ああ、すごいすごい。英文でございますね。7世紀の初めか。そんなもんが、あら、大阪市内一望できます。30秒かかりました。地図間違うなら、それでも20分あったら来るんやろ、歩いて、博物館からね。いや、最高でございました。1時間半以上ね、ここで時間潰してますね。よしよし、3回目でやっと来れましたからね。あたこ塚の進入道を整備するにあたり、なんて、正雄氏の基金100万円の寄付いただく、島58年、ありがとうございます、ライオンズクラブ。
ここで整備するの100万かかるし。はい、ありがとうございました。川がすごいです。よし。おそらく先上がる予定のところがね、上がらなかったけど、あれがその道かもしれんな。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またご自宅運でございました。これ下ったせいろ。これさっきの道です、間違いなく。ほらほら、さっきの道。わあ、これ長い。ちょっとで、ね、さっきの道は、これね、ちょっと上がれなんだね。ちょっと上がったとこやったけどね、うわーっと回ってもって。残念でございました。最初来たところでございます。生きると踏んできとるけど。なんだ、バックセーフだよ。もう大変やわ。クタクタなのに。ああ、もう着いたね。何分かかってんだ。 1. 何キロかな。 1.3、4キロやったかね。帰りは15、6分。早っ。道間違ってなかった。こんなんやわ。ねえ、行きは30分かかってる。くるくる回って、上がったり下がったり。またくるっと回って。まあ15、6分あったら行きますわ。この博物館にね、車を置かせてもらって。ちょっと聞いたらね、おいでいいですよ、いうことやったんで。素晴らしいものを見ることができましたわ。物の上、森屋さんかね。ちょっとわかんないけど、みんなそんな昔言ってたんやけどね、ここや。民族資料館でございます。5時までにね、帰ってきてくれたんで。はい、ここ。今ね、特別展やってやりますわ。八尾の古代貴族、物の上で C って書いてあるよ、これ。中もいたんやけどね、撮影禁止じゃないことでね、中へ撮影できなかったけど。ちょっと一言ね、ありがとう言うてね、帰ろう。お姉さん、ありがとうね。助かりましたわ。行ってきました。ありがとうございました。道間違って大ごとやったけど。あ、そうですか。ああ、小野副英語風やね。あ、そうですか。小野森屋さん、はいはいはい、ご存知？私はあんまり、あの、嘘、すごい古墳でしたわ。あ、よろしかったですね。なんかあそこの石舞台古墳に匹敵するね。あの大きい石使ってるし、すごいね。あんなすごいのがあるっていうのはびっくりしました。ありがとうございました。はい、どうも、おきに。